1回のカフェでいろんなバリエーションの写真を撮るアイデアを教えてしんぜよう。使ったレンズは大好きな 40mm のレンズで、設定はマニュアルにして F 値とかも固定しちゃいます。ということで、まずはオーソドックスにパシャリ。いやもうこれで最高じゃない？安定のテリテリで、もう大体満足しちゃって、こんな感じでね。崩壊した。崩壊させる前に寄りと引きのバリエーションでも撮ってあげましょう。もっと引いて抜け感を作ってあげるのもいいんじゃない？プリンだけじゃなくてサクランボにもフォーカス。手を入れるだけでもストーリーを感じる写真になっちゃいます。せっかく行ったおしゃれカフェで1枚で終わるのはもったいない。いろいろ撮ってもっと楽しみましょう。